みーみーチャンネル始まるよ。じゃあ明日は買いたいものいっぱいある。買いたいものもいっぱいあるの？また楽しい一日が待ってますよ。今日は買い物に来ました。まずお腹が空いたからちょっとなんか食べたいと思います。ミミ、ほらカブトムシとかいるよ。ほらあそこに。あ、本当だ。ザリガニ、本当にザリガニ。何これ、お店なの？うん、フリーマーケットかな。これよくない？いいじゃん。え、決めた。え、もう決めた。うん、決めた。早い。うちはシンプルなこういうのがいいんですよ。シンプルですよ、シンプル。少ない。500、え、577円。可愛いじゃん。買う。買ってくる。え、もう買うん、早っ。お札はどこに入れるん？ない。折って入れるんじゃん。多分。やだ、やめた。やっぱこれは無理だ。今言ってくれてありがとう。買っちゃうところだね。早いよ、買うの。なんか。プリクラ本当に撮るの？ミミ、なんでそんな変なのしてんの？何それ？あ、かわいい。ねえ、ミミ、何これ？見ないで。なんでママの顔だけそんなことするの？ねえ、ねえ。さ寒い。寒い。バス？私。そうだよ。マッサージ気持ちいい？ああ、可愛いね。いい空気にするやつ。これただの水？姉ちゃん。いいよ。本当だ。何？それ何買ったの？見てて。すごい。ちっちゃいガチャ。そう。うちがガチャですよ。面白そう。200円で。ね、いいね。ほら、ミミ、お風呂に入れるやつだよ、これ。え、これバスクリーン。うん。今自分のお小遣いで欲しいの買います。ここはなんていう100円ショップですか？キャンドゥです。キャンドゥ。今日はミーミーが好きなものを好きなように買うんです。お小遣いで買うんだよね。一応3000円持ってきている。まあそれは使わないけど。じゃあ財布買うんでしょ？財布ないの。じゃあもう違うのにお金使っちゃうの？財布まだあるかもしれないじゃん、探せば。いいな。見てこの色、すげえすげえ。最近マニキュアで色塗りがハマってるんだね。ハマってるっていうか、そっちの方が綺麗に塗れるからね。この画面 YouTuber が使ってた。うちのことは気にしないで。3分経過。大丈夫です。だって時間も大丈夫です。ああ、それが欲しかったの？スポンジが欲しいの？それがなきゃカバンが作れない。決めました。終わり？かな？じじゃないんだよ。じゃあファンデーションのスポンジ。学校のやつだ。学校のサッサだよ。サッサ。結構いっぱい買ったので家帰ったら紹介します。喉乾いたまま。なんか飲もうか。はい、帰ってきました。もうお風呂も入ってパジャマです。100均で買ったもの。を紹介していきたいと思います。マニキュアサイズ3つ、うち何買ったか覚えてる？金、銀、黒でした。このマニキュアで色を塗るから買いました。ちょっとどんな色かここに書いてみましょう。開かない、開けて。なんでこんなめっちゃ硬いの？金開かないので銀。白いの開いてる。ほら、あ、硬い。え、これ開かないんだけど。無理。お姉ちゃんに開けてもらってきます。開けられるかな。姉ちゃんも無理でした。工具で開けたから傷ついたけど開いた。傷がめっちゃついてる。ごめん。透明に金のラメラメがついたやつだ。意外と可愛い。真っ黒だね。何を塗るの？ストローとか割り箸とかを塗ります。大丈夫？歯ブラシ。何すんの？ここを切るとほうきになったり櫛になったりね。このね種類の歯磨きが好きなんですよ。この透明のやつ。4本一気にやったらさ、1分もかからずに終わるじゃない。それではヤスリ？そう、ヤスリです。爪楊枝とか切った時に跡が残りませんか？なんか切ったさ、割れ目とかそういうのこれずーっとやってサーサーにする。本格的だね。大工っぽいじゃん。こんな感じ。次、じゃーん！ラメラメセットです。こちらは星のストーン。こちらとこちらは色違いのねストーンで、ダマダマのビーズ、いちご、スイカ、りんご、でっかいラメ、これをパラパラーって作ったのにやると可愛いかなって思って買いました。次、タックレースです。なんか作ったところにひらひらとかやったりすると意外と可愛いので、今自分で持ってる布のカバンとかにも塗ったりグルガンとかでつけるとまた可愛いかなって思って買ってみました。おおあ、いいじゃん。そのパジャマにつけたら可愛いじゃん。ミミは縫い物とかするんですか？一回友達と夏休みに縫ったことがあります。何を縫ったの？下手な綿が飛び出してる変なボールしっかり止めましたよ。次、醤油を入れるやつです。お弁当に。お弁当作んの？なわけないでしょ。リカちゃんのシャンプーとか入れるケースになるかなと。だっていろいろ YouTube とか見るときこういうのを使っていたので、この蓋を外してビーズとかつけて上に。そうするとなんかシャンプーみたいで可愛いかなって思う。最近はさ、何の YouTube 見てるの？チャンネル登録は全部してあるんだけど、名前がわかんない。これ書いてあるから。外国人がやってるやつだから。次、15センチの縦なんとか。縦紐？ひご？竹串です、これ。これは歯磨きをチュキンって切って、この棒をぶっ刺すと、こうき、さっき言ったけど。くせ！なんか。まあ、とりあえず竹串。これもちっちゃいカバンを作った時とかに使います。最後、てるーんサテンパステルです。リボン、かわいい色だね。オレンジだって。いや、これは何かを作った時にこうやってリボンにしたりするので、飾り付けですね。そうなんです。以上。終わり？いや、まだある。次。何それ？たらこまん食べたゴミです。ゴミじゃんそれ。これお姉ちゃんのやつ。終わりですね。以上買ったものはこちらです。11、12、13、15、15点。みーみはお小遣いで買いました。1600円ぐらいでした。今日はここまで。バイバーイ。チャンネル登録してね。良ければグッドボタンも押してもらえると嬉しいです。